三森すず子のあれこれチャンネル。皆さんこんにちは、三森すず子でーす。はい、今回はですね、オフの日の私に密着してもらおうと思いまーす。まあ、オフの日もね、私メンテナンスデーに使うことが多いんですけど、ね、今日忙しいんでめっちゃ詰め込んじゃったの。だから急いで行かなきゃいけないから、早速行っちゃいますよ。それではレッツゴー。はい、ではこれから歯のクリーニングに今日は行ってきたいと思います。あ、恥ずかしい。今日も使ってるじゃん。恥ずかしい。ビフォーを撮っとくか。ビフォー、しかし何してんだろう。さあ、ということで、まあ、クリーニングなので1時間くらいから行ってきます。今せっかく歯をきれいにピカピカにしてもらったところなんですけど、これからなんとランチをします。半年に一遍ぐらいなんか食べたくなる時が。パンケーキ？パンケーキもなんかこのガーリックシュリンプ食べたい。パンケーキ、うん、食べるでしょ？食べる。半分ぐらいは食べるでしょ、私。半分こうとか。だから1個食べようと思って。本当？じゃあ1個ずつ食べようよ。エッグスシングスってエッグじゃん。エッグがさ、アレルギーだから。確かに。だけどガーリックシュリンプは食べたい。ガーリックシュリンプとパンケーキにしようかな。ガーリックシュリンプとパンケーキ、うん、やっぱガーリックシュリンプ食べるとちょっとさ、なんか口周りが薄そう。パンケーキ何する？これでも結構量多い。多い。2人で1個でもマジでいいかも。じゃあそうしようか。じゃあバナナにしよう。なるほど。で、ナッツ別添えにしてもいい？いいよ、全然。飲み物は？飲み物？私ちょっとこれ飲んでみたくて。え、飲んでみてよ。かわいいじゃん。すごい。映えじゃん。来ました。はい。アヒポケでーす。ポケだって。ポケ。ポケだと思ってた。ポケだと思ってたじゃん。私はポケだと思ってた。ポケ派なんだね。え、日本語なくさ、表現できないさ、発音ないし。ポケ有名だ。ポケ有名だ。ポケ。アヒポケ。ぐらいだから。ちょっとわかんないですけど。いただきます。美味しい。わ、米美味しい。あったよ、ポケボールも。エクノックでーす。エクノックって初めて聞いたんですけど、絶対飲めないじゃん。エクノックアメリカで定番の飲み物らしい。クンクンクン、生きてるかい。バニラカスタードのようなまろやかな味わいとナツメグのスパイスが。あ、なんかクリスマスっぽいんだね、それが。じゃあ乾杯。乾杯。どうですか？めっちゃ美味しい。甘い。美味しい。うん。なんか癒される感じ。スタードって感じ。うん。なんかそんな感じ。スタード飲んでる。スタード飲んでる感じが。ナツメグがすごい。そうなんだ。うん。じゃじゃーん。何ですか？エクスンシングスじゃなくて、なんだっけ？ガーリックシュリンプでーす。そう、店の名前。美味しいわ、こんなコーヒー。ハワイっていう。ハワイって感じ。うん。1回しか行ったことないけど。スタイリット。女子旅いいね、うん、結構弾丸で行ったの、正月に。正月か。正月に行くなんて芸能人みたいじゃないから。
たいね、ハワイ。たいね。私がさ、やっぱノリマンの日頃のこの編集頑張ってくれてありがとうの、この感謝の気持ちを込めて。ハワイ旅行。ハワイ旅行。ノリマンボランティアだから。ノリマンボランティア、そう。ボランティアってこと好きでやってる。全然合うわ。あれ、寝てる時もね、編集のことかな。本当に全然苦じゃなくて、毎日私の顔見てるってことでしょ。ずっと見てる。やばい。じゃじゃーん。通過させる？一応。バナナ、バナナのパンケーキ。すごいね。すごい。こんな感じなの？こうかな。自撮り下手すぎる。見てこの髪の毛。コーヒーに入らないように頑張って。全然映ってないんだ。携帯買う？待って。買える詐欺してる。買えるんだよ。予定表に入れたからね。いつ？いつ？昨日入れてた。昨日買えるって入れてた。昨日買えるって買えるスケジュールに入れてたんだけど。買える気あります？あります。マッシングですか？マッシングシングスだよ。うまっ。うん。いいね。チートデーだね。うん。うまっ。最高。最高。ちょっと口が甘々になったところでこの。シュリンプさん、うん、おいしい。おいしいね。やっぱオフの日はメンテナンスすること多いですか？眉毛整えたり、まつ毛の顔したり、トレーニングしたり、うん、ネイルしたりで、せっかちじゃん、ちょっと。そうね、だいぶ1時間以上所要時間がかかるの苦手なの、うん、ある日気づいたのね、うん、なんでそんなせっかちになったの？昔からどっちかって言ったら一人マイペースな感じかなと思ったけど、うん、一緒にいる時間が増えるにつれて、うん、親みたいなバタついてんぞみたいな飛び出しとか言ってるから飛び出しだいたい次の予定をさ食い込ませるよ、うん、今日も危うくね食い込ませるとこだったそれでは皆さんご一緒に、はい、ごちそうさまでしたから
ということで、オフのメンテナンスデーの私、いかがでしたか？いやー、ついついね、予定を詰め込みすぎちゃう癖があるんだよね。このすっきりした形で新年を迎えられるのが本当に嬉しいです。ということで、今日はついてきてくれてありがとう。バイバーイ。